皆さん、こんばんは。金曜日の夜、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。どんな一週間をお過ごしでしたでしょうか。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心整う時間。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろし Facebook くお願確い認いたさしせまてくす。ださい。あ、大丈夫そうですね。はい。なんか、もしこんな小さいのでしょうか。一回閉じさせてもらいます。やっぱり、あ、この大きさですよね。はい。いつもの通り、一節の歴史から読ませていただきます。一節は江戸浄瑠璃系三味線音楽の源流。初世都太夫一中は、建安3年1650年に、京都妙福寺住職の次男として生まれ、当時京都で盛んだった様々な三味線音楽を 次第に統一し、後には江戸にも進出して一中節を確立した。江戸時代には一中節の稽古本のない家はないと言われるほど、一中節は一世を風靡し、江戸の町人の上流階級に愛好され、楽しまれてきました。英語はちょっと書きづらいです。第一シーズン、自然を楽しむ浄瑠璃ということで、昨日ですね、9月28日、ご準が行われましたけれども、あ、そうですね、最初に次回の、ご案内を、次回が10月20日金曜日、今度は常磐津なんですね。常磐津紅葉狩りという作品を演奏されるんですけど、これは、九代目團十郎が初演したんですが、お能の紅葉狩りから歌舞伎をお能から離れて全く独自の作品にして、これは常磐津と、義太夫と長唄の三方掛け合いということで、舞台歌舞伎では上演されて、非常に豪華絢爛なね、人気な出し物ですね。で、もちろん僕は常磐津だけなんで、常磐津のところを、やるんですけども、常磐津は素浄瑠璃でやるときは役者さんのセリフを常磐津で言いますでしょ。その中でこの紅葉狩りの一番冒頭に発せられる、これ川竹黙阿弥の作品なんですね。で、一番冒頭に発せられる、その平の惟持という、主役のセリフが実に響きが良くてね、語呂が良くて言ってて気持ちいいんですよ。だからそれを皆さんに聞いていただきたいし、できれば皆さんにもそれを覚えてね、言っていただきたい。言うだけで気持ちがいいという朗々たるセリフで、黙阿弥、川竹黙阿弥はセリフの名手、黙阿弥さんの名セリフという言葉があるくらいに、名セリフで有名な作者なので、で、この黙阿弥の名セリフとして、まあ、2行ぐらいのところですけど、皆さんに覚えていただいて、言っていただくと、これ覚えていただくと、隠し芸にもなるし、気持ちいいんじゃないかな と思いま年す。末に向けて。はい、はい。ちょっそれで、と楽そしの内容が非常に自然をめでてる内容ですので、それも共に楽しんでいただきたいと思います。あ、そうなんですね。はい。そうなんでなんすかね。渋谷区の、歌舞伎入門レクチャーというので、狂言作者川竹黙阿弥っていうのがやるから、あ、面白そうだなと思って、そしたら、そこ多分渋谷区主催でやるんでしょうね、きっとね。なんかそしたら、10月29日で都会の日だったんで、いきなり。ああ、そうなんだ。あ、そう、渋谷区主催で、それ、講川竹師黙は阿弥誰狂ですか？講これね、師尾は。上右近さん。出演、尾あ、上右近に尾なっ上てうます。こんさんね。ああ、なるほど。じゃあ、はい。実演してくださるんだね。講師、児玉隆一って、早稲田大学演児劇玉学隆一部長って感じ先です。生も大変いいですよ、お話。文章も素晴らしいし。どうも面白そう面だ白なとそう思っでたすら、ね。全然行残け念、ない日僕も行かでれない。す。あ、そうなんだ。そうですか。それはいいな。いい企画でそすのやってるんだなと思って。川竹ね。黙阿弥って字に、町内会の掲示板みたいなのあるじゃないですか。そこにあった。おお、なんだと思ったら。映画ダメでした。いいいですね。いですね。渋谷区が主催してるんですね。はい、次に行きたいと思います。
まあ、前回なんですけど、今回もみどりさんにお写真をいただきました。まあ、お料理がまた美味しそうで。ひときわ美味しそうですね、写真が素晴らはい。しい。まあ、今回、大学生、うちの息子とお友達はい。と、その、真ん中ヨーロッはパからの、ルーマニアからの留学マニア生からの、で、日本語がとても堪能なので、来てくださそうですね。なんって。か、この時代の人の意見もぜひ聞いていきたいなって。はい。じゃあ、あとちょっと、絵の説明をちょっと小山さん、私いけなくて今お回は願ね、いいこれ、たします。中川一政っていう作家ですね。これは万葉集の歌が左に書いてあってですね。これ漢字ですよね。漢字？もいわゆる万葉集、だから万万葉が葉仮名。万葉仮名。あ、万これ春から始まった。春は萌え木で、夏はこう緑。一行目が春はこれ萌え木になって、下の方に夏は緑になってですね。で、夏こうは読二め行ます。目はこう、紅の火色っていうんですか、だからところどころに秋の山に、見えてこう、最後菊って書いてあるんで、そういうことが書いてあって、だんだん秋の紅が見えてくる、見え隠れしてみたいなことが書いてある、この万葉の歌を書いて、この横にこの、お盆の上にこの、リンゴと柿と、これ下はやっぱり夏みかんですね、この色はね。今日は夏あそこには咲いてましたね、咲いてたっていうか、夏みかんがなあっりてまましたしね。たね。まさにこんな色でしたね、本当に。いや、でもこれ赤と黄色と緑に見るとすごい色彩こも綺れ麗がで。ね、すごいチャーミングな絵でだかしたら、そね。うですね。だから、萌え木と緑と赤って書いてあって、やっぱそれに近いものがね、なんか、す書いてあるとごいころチがャーすごミいング洒落な、た。この写真では、ちょっとそのチャーミングさはちょっと伝わりにくいけど、すっごい魅力的な。意外と大きな絵なんですよね。そうだね。からなかなか垣内さんは床の間が大きいんで、このサイこのね、ズ左側の写が普真で通わのか字だりったまと。す。で、この万葉仮名っていうのは日本にひらがなとかカタカナができる前に、漢字を読み、ほとんど意味よりも、音の読みだけで、日本語を書き留めたんで、すごくわかりにくいんですよね。それこそこういうのが、蜘蛛の眩しとか、元の研究して、今の日本人が普通に読める仮名に直して、歌に直してるんで、これでは全く読めないですもんね。万葉仮名が読める人っていうのはとても難しいですね。そう。だけど、可愛いんですよね。それこそ、なんかちょっと可愛いですね、確かに。可愛い。この書体も可愛いけどね、タそイのム。文字の当てはめ方が可愛いんですよね。この作品は、あれですか、もう、万葉集の誰っていうのは分かってるんですか？わかってるでしょうね、もほちとろんど、んね。そうですよね、そうですよね。万葉集、あれまあで調も、べ、調べた時は、誰まではちょっとあれだったんですけど、全然もう調べて出てくるんですね。まあ、本当可愛い作品ですね。どこにも。これこそどこに飾ってもいい感じ。またこのそれこ本当そに季垣節内を楽さんしめの、てね。ところにぴったりで、描けそうでるすね。位置が上手だからだけど、確かに。ミスしてしまって残念ですけど。ちょっと感想をまた聞いてみます。そうですね。はい。若い人たちっていう。はい。あ、そう、先ほどちょっとおそうだ話しそうしだ。た、都会の、ご案内もと思いまして。はい。なんか私、うっかりというか、つい出ることになってしまっていそう。エリーさんも今度は堂々出演で、市伏宮古会と、僕は常磐津も、お稽古してるんで、常磐津のお弟子さんと、市伏のお弟子さんと合同で、おさらい会ですね、いわゆるね。それが、新橋の金田中でいたします。新橋の金田中の、ご主人も、市伏のお弟子さんで、今回、常磐津もやって、常磐津で出るんですけども、そういうご縁があるんで、金田中を全館貸し切りでさせていただいすごて、いですよね、これ。贅沢な会をさせていただきます。ただ、これを、ズームで、この座談会でご覧になったっておっしゃってくだされば、多分、入れると思いますので、もしよろしけそれうでば、すね。この正体。11時半からだいたい6時ぐらいまではやってると思いますので、11時何半時かに。ら6時まで。出入りは自由な感自じ。由です。あ、
別会に議招待券もいらない。この会に来たと言っていただければ、まあ本当はこのプログラム持ってきていただければありがたいこれですもが、あればね、絶対入れるんで。この会に来たと言えば、大丈夫だと。ああ、そうですね。はい。一応、プログラムの方もよ、ちょっと見づらいと思うんですけど、ああ、はいはいはい。私は今一11時半番来てトッかプバッら、ターで、皆さんが来る前にさっと終わらぜせひ11時半に皆さん来ていて。ただいて。11時45分、あ、11時30、40分くらい、11い時やい40やいやいやいや、そんな、11時半、分。いらっ11しゃいいた時だき過ぎに来て、ます。聞いてください。あと1ヶ月しかないので、ちょっと と皆さん今でも、どんどん、大車輪、大特訓中ですね。今年はね、夏のおさらい会とか、よく稽古しました、私も。そうですよね。ちゃんと一人で出されたし。過去、その前もね、オンラインで習っていたんですけど、でもオ全ンラインの稽古の効果がかなりあったのはね、僕もオンラインの稽古をケリーさんにさせていただいた初めてですけど、結構オンラインでも成り立つんだなと、覚えていただけるんだなということを実感できて、大変僕も勉強になりました。まさみさん拍手してくれてる今、けまど、さみさんいらっしゃってますけど、オンラインまさでみ、すよね、さんも結ね、お稽古してくださってるっ構。ていうか、オンライン。ケリーさんは、でもオンラインだけじゃないでしょ、練習してるのは。でも日本に帰ってからは、日本にいるときは、先生に教わってますけど、その過去2年くらいはずっとオンラインだけです。すごいですね。いやいや、すごくだからない。初めはね、お互いに試行錯誤というか、どうしていいんだかわからないで、いろいろ考えながらやってたんですけど、だんだんやり方が分かってきて私やっね。ぱり、最初の頃はその先生のこのリズムっていうか節みたいなのが真似できなくて、聞くんですけど、すぐ忘れちゃうっていうのが続いてましたね。だから。そうですよね。そう。それ普段、聞いたのになんで忘れたんだろうっ聞いたていう。ことのない、メロディーっていうかね、聞く機会がなくなってしまって、これ、日本の教育の素晴らしさというか、恐ろしさというか、ここまでよく消してくれたなという、すごいなと思いますよ。これ、本当に知らない人いなかったんですからね、中心そうですよね。だから、いわゆるこのね、耳に馴染むとか、キャッチーな感じだったんですね、昔は。そうです、昔しっかりは。ね、消え去ってしまったの。本最近当はに、やっよとちく、ょっとずつ、そうですここね。で、なんかどっかで聞いたなとか、そういう感じが少しちょっと慣れてくるとね。ずつ。そしてやっぱだね、歌舞から、伎見たりとかするときも楽しくなりますよね。ものを見るときがやっぱり楽になってくるっていう。皆さんおっしゃってましたけど、やっとそれが分かってきましたけど、まだまだですけど、ね、なんていうかな、苦痛って言ったら悪いんですけど、なんかこう全然入ってこないっていう、なんか壁がちょっとずつこう、薄くなって。確かにそうですよ。今、あまりにも、本当に、今、そういう日本の音楽文化がすごいことになってんのに、それでも脈々とやってる人たちは結構いて、結構ちゃんとやってるっていうのは面白いですね。国が一切そういうのを、まあ、そういうの、無形文化財とかそういうふうな保存育成みたいにはしてるけども、でも普通に学校教育で教えるっていうことは全くないかそうですね、残ら。念ですね。あってもいいと思うんですよそうね。ですよね。そうです。東京のこういうのが好きそうな友人とかに、お伝えしてもよろしいですか？もちろん。だから多分ね、簡単にシンポジオンとか見にいらっしゃったりすると楽しいかもしれないですね。まずはね、こう入門説の。明がありますからね。この回は説明がないので、もう全部続けてだーってやりますから、初めていらっしゃると、まあ雰囲気はね、こんな雰囲気かなって、その空間的雰囲気は楽しめるけど、ですから全然いらっしゃる分には全然あれなんで、で、ケリーさんがアップしてくださってるそのしおりをちょっと転送しておいて、これを見てっていう感じで、その入り口で見せて。
あ、そうそう、あ、そうです、そうです。はい。はい、感じでも入らせていただけますか、ね、あ、ぜひぜひ、いらしてください。どうぞ、歓迎です。で、小山さんは、この、鵜飼伊沢川というのをやりますので、ね。すごい、小山さんもちゃんともうお名前持ってらっしゃって、すごいなと思って。何時ぐらいになりますか、小山さんが、お昼過ぎぐらいですか、多分。そうですね。お昼過ぎぐらい。うん。前の方は、すごく短いですから。短いですか、ね、ええー、10分ずつぐらいなんで、7分かな、丸紙。でも、幕愛がありますからね。そうですね。でもね、ケリーさんね、逆にいいんですよ。1番だからね、3番とか4番だとね、人の聞いてるとね、なんかもう迷ってきちゃうんですよ。なんか自分の曲を集中したいのに、他の人の聞いてるから、なんかわけわかんなかった。1番って意外と自分の中に、まあいいですよね。うん、皆さんなんかね、お遊戯を見てくれる親御さんのような気持ち。多分この時間はね、みんな、もう人のことどころじゃないから、みんな全然。あ、そっか、聞いてる場合じゃん。全然大丈夫。あれなんですか、ワンコインで、なんかこう、いただくところがあって、はいはい、で、それは中に入って、いただきながら見ていいんですか？あ、食べるとかね、ちょっと別なんですよ。やっぱり、見るところはちょっと、それが2階で、1階で食事って形になってますね、さすがに。そうですよね。お酒とあれがあるとみんな喋り出しちゃうから聞かないように。よくなんか、なんだったっけ、何かは、歌舞伎なんだ、何かをほら食べながら OK な、なんかそういうのあります。今はね、上演中は食べてはいけないってことになってますけども、昔は本当に食べながら飲みながら、もう喋りながら聞いてたんですよね。そういう、そういう感じが本来の聞き方だったんですね。で、いいと、良いよ、いいぞって。だから、そういう人たちが、本当に上手だと、みんなが黙って、うんって聞くわけですね。それを狙いたい。それも修行なわけです。黙らせる、うならせる。ジャズみたいですね、ジャズ。うん、そうです、そう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 。だからそれはでも聞く方も分かってるって、前下手が分かったり、ここはいいなっていうのを分かったりするってことは前提なんで、今、喋ったらもうずっと喋りっぱなしになっちゃうって、どんなに上手でも黙りません。なるほど。ぜひ、皆さんにしてください。はい、ありがとうございます。はい、ございます。じゃあ楽しみ。そうですね、これ昨日お聞きしたんですけど、ずっとこう皆さんにご紹介していた、うん、山谷美術館に清流堂さんが貸してらっしゃったこの横浜さんみたいなのが、なんか人気投票っていうのをやったらしくって、1位になったらしくて、みんな、うんうん、素晴らしいですよね、この作品が。なんか学園さんがなんか返却してくれるときに、なんかその話を教えてくれて、まあ嬉しいですよね、うん、せっかく貸してね。どうしよう、ね、人気投資を1位っていうのはなんか、うん、すごいですね。ではもう見れなくなりますけど、清流堂さんでは見れると思う。見れる日もありますので。あ、そうですね。まあ、そうですね。清流堂さんの Facebook とかに、まあ、今展示中のものとかわかるので、ぜひぜひ、はい、見にいらしてきてください。売れるまでは見れるってことですね。売れるまでは見れるってことでしょうかね。あとは どうなんでしょうね。そういうことですか、小山さん。大体そんな感じですね。はい、はい、ちょっとボストン美術館やっときましたけれども、ちょっと実はですね、ショックなことがありまして、この私何で言ったかっていうと、この岡倉天心が日本を紹介するっていうのを、どうやって日本を紹介したのかっていうのを岡倉天心に常々学びたいなと思ってまして、で、岡倉天心が、とか、彼と一緒に動いていたアメリカ人のフェノロサと一緒に、ボストン美術館の日本館を作ったっていうので、それを見に行きたかったんですが、まだリノベーションが終わらなくて、見せてもらえなかったんです、日本館は。あ、日本館が閉鎖されてたの、まだ。あれ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 、そうですね。すごい大ショックです。いや、改装中だったってことですか。改装中で、でもまあ、何かどっかに飾ってたりしないんですかって、何度もちょっと2、3人に聞いてみましたけど、なんか全部、
全部クローズしてたという、またなので、ぜ今ひ。回はね、普通はなんか、結構、改装中の時って美術館ってね、貸し出すんですよ、海外に。だあ、から、ない。よくあるのが、わざわざその国に見に行ったら日本で展示されてるとかってたまにあるんですけど、でも今回あんまりどこだからボストンなんとかって聞かないから、日本にはもちろん来てないんで、まあ、どこか他のなんか国ね、に。なんかリノ単純にベー行ってションないの、だけかも。私も結構言って、ホームページにも書いてなかったとか言ってみたんですけど、言ったところでどうにもならないんですけど、そしたら、本当はもう、予定だったらもう展示する予定だったからっていうわけのわからない返事が来ましたけど。だからさすがア貸し出メリしかカいのない美術館ですね。日本の美術館だったらそんなことないと討論するだけ無駄でした。まあでも、まあ、次回ができてよかったです。まあこういう感じの本当素敵な美術館で、この、陽子さんが、陽子さんの一生を左右したというこの作ああ、これね、品、出ました。で、モネですね、モネのラージオポネーゼ。この部屋が結構、まあ、毎回変わるんでしょうけど、ごめんなさい、ね、さて、から。あ、そうですね。あとやっぱこれが、あ、ゴーギャン。ゴーギャンですね。あわれわれは、ここから来てある。とは、天心苑っていうのを見れたんですよね。日本テレビかな？日本テレビの元会長が、やっぱり残したいっていうことで、天心苑っていうのを作っなんか1980って書いてありましたね。こういう感バじブルで。の。あ、こそこれがは見僕知らなかったな。もそうなう、いんや、ですよ90ね。年代に行ってるからあったはずなんだけど。あったってことですね。88年って書いてありびっますくりしね。ました。入り口があら。離れたところにあるので、知らない人は知らないと思うんですよ。だからもうね。少し宣伝してほしいなと思ったんで知すらけど。なかったです。まあ、人が訪れてたので知ってる、なんか別の国の旅行雑誌とかには載ってるんだろうなと思うんですけど、日本人が意外に知らないんじゃないかなと思うんですけど。日本で岡倉天心ってやっぱりこの体制に逆らって最終的にはね、だからあんまりそういうのでは、ちょっとあれなんじゃないかな。かもしれません。まあ、唯一日本人の作品で見れたのが、このもう正面玄関にガーンってあったこの誰 奈の人もね。良。面白かったのが、これが狛犬をイメージさせるっていう説明があって、狛犬とは何だみたいな説明もされてたので、まあ、これを見て狛犬かって思って、ちょっと面白かった。相棒の方をイメージしてそうですよだね。からまあ、そういう意味で日本の文化で海外の人はいい意味で勝手に解釈して くれまあてるそうのではあするんでね。すそう、好意的解釈ですよね、本当けど。ライオンドックスとかって言われて、に。あ、まあ、なるほど。神社の入り口に置いてあって、まあ、イーブルスピリッツだから、なんか、なんていうんですか、悪いものを払ってくれるみたいな、邪気を払うってやつですね。知ってたので、そういうふうに見るんだなと思いました。面白かったです、作品。ユアドックっていうヨアあれドッですグっね。ていう作品で、なぜヨアドッグかっていうと、まあ、子供から見ると意外に犬はこれぐらい大きく見えたんだっていう、子供目線で作ってみたいですね。面白いですね。まあ、だ唯から一。全く奈良義朝の思想には狛犬のこの字も入ってないんですけど、外国の人はそうやって好意的に解釈してくれます。なるほど。やっぱりそうです。なんかちょっと面白かった。で、このお部屋ですね、衣装派とかが多い。ここにこういう感じで、これね、すごいですラジャね。ポネーズがガッて、大きいから目メイ立ってンまで、すこういうね。感じで飾られてました。まあ、あとはもうモネとか、ああ、これね。名画ばっかりのビューでしたね、ここは。罪はね。で、あともう一つは、どうぞ。写真撮ってよかったんですか？普通ダメですよね、美術館海の。外はいいんです海外よ。はね、むちゃくちゃ OK なんですよ。基本的に、今は日本もね、だいぶ OK になってきたんですけど、基本的には著作権の話なんですよ、大体ね。で、著作権って没後50年だったら OK なんで、ほとんどの作家も死んで50年経ってるんで、だいぶ危ない。あ、そうなです。るそう、海外は OK だし、皆さんスケッチもされてますし。ほど。もともとね、文化的にはね、その、デッサン OK ですからね、それデッね。サンやってますよ。もう本当にイーゼル立てて、思いっきり描いてる人とかもいるので、いいのかあれな面と思白いいんですよね。ます。まあ面白いですね。何も。そう、日本は怒られるんで、あと喋ってると怒られるっていうのが、何度も怒られますけど、私も。
こっちはもう結構みんなガーガーしちゃう。こうで、ね、見ながら喋ってるから、隣に喋ったりとか、ねえ、喋りながら見たいでここすでなんか、ね。こうなんか出会いがあったりとか、映画じゃないですけど、なんか、僕もこれ好きなんだとか、どっから来たのとかいう話をしながら見るみたいな。そうですよね。これは文化の違いなのか、何が違うのかと思いますけどね。まあ、これはこれでいいと私も思うんですけど。そうですね。このゴーギャンの作品も大きいんです。大きいんで、一個ずつ見ていかないと、これも生まれてからやっぱり人の一生を描いてるので、横に広いんですけど、やっぱり動画じゃないとちょっと全部は映せないなと思って。あと動物がいっぱいいました。この作品。タヒチ。なんか仏像みたいなのもありますね。これも何あと、謎の文字。ラテン文字。で、ここで一生が終わる。これも大きい絵ですね、本当にね。結構大きかったですね。ボストン美術館も、まあ、ニューヨークのモマとかもそうですけども、広すぎて、もうこれしか見ない。例えば、今回はエジプトは見ないって決めて、そうしないと全部見れない。一日では。で、あと、いっぱい見すたぎだて。ね、こう、海外の美術館のすごいのは、例えばルーブルに行ったらここにモナ・リザがありますって、こう定番がそこにあるんですよ。日本はね、そういう美術館はないんですよ、実は。あ、そそれうがでね、大きな違いす。そうで、だから、か。考えてみると、意外とじゃあルーブル行けばモナ・リザが見れますね、ここに行けああ、ば、このそういうアラこン系と。の池がここにあるとか、固定なんですよ、意外と。アングルああ、のオそダうリでスすクがね。ここ確かに。に。だけ向こうど、の美術館はこれ持ってね、るっていうの日本は。は、ボストンだとこれ多分定番なんですよ、きっと。ここにいつもこれがあるっていうのは。それがちょっと日本は違うんですよ。ないでしたっけ？でも、よくたまに言いますよね。新国立が持ってるとか。でも、あんまり知られてないってこ持ってるんですけど、持ってるんだけど、固定で展示してと？ないんああ、でいすつも見れるんよ。だっだから、て。同じ部屋は絶対あるわけじゃないですか、ルーブルに行くと。でも、ああいうものもないんですよ、日本は。だから、必ずここにこれが展示してありますよっていうのはなくて。展示替えしてしまうの？っていうことですか？基本こ的にこは。は企画が多いと、あと常設っていうのも、やっぱり展示替えします、基本は。ほとんどそうですね。あ、そういか。つもそういえここば、にここのれ部が屋あるっに行ていうけのばがこ今れいがある。るっていうのはね、そういえそうばなんですよ。ないかもしなんれない。だか、から逆に言うと、ルーブルみたいにこう、たくさんの観光客の人も来るんだったらいいんですけど、なんか、こう、周辺の人たち対象にしてると、こう、変えていかないと来てもらえないかな、みたいな感じになるんですかそね。の両方ですね。やっぱ日本人の器用さとそこら辺かもしれない。そうかもだかしられない。前に前回、前々回話をしたロスコーとかはね、河村美術館とかはもう必ずロスコーだけの部屋っていうのがあって、やっぱそういうのがあると、本当はまあ本来、ここに行けばこれが見れるっていうのも一つの、本来の美術館のまあ王道ではあるんですけどね。どっちがいいとも悪いとも言えないんですけど、実は世界の美術館といえば、ここに行けばこれっていうのが一つやっぱりあるんですよね。面白い。なるやっぱりこれからはスティーム教育って言われてますので、この美術アートとかっていうのを小さい時から見せることってものすごく大事ですのにね。それも本そうで物す。をね。ねえ、ものなんか日すご本いも人格形成に、そう、やっぱりそれを見て育つのと見ないで育つのでは、いや、本当に。大変に違ってしまうんじゃないかと思いますね。わかるわかんないとか、いい悪いじゃなくて、ただ見て、触れてるっていうことが大事だと思いますよ。そうなんおっでしすゃよ。る。私、自分が幼稚園に勤めているときね、モンテソーリの幼稚園だったから、割とこう、クラスごとに、好きなところに行ってよかったんです。で、ある時、美術館に行ってみようってことになって、で、少しこう、美術館の人も、こう、子供たちに説明してくれて、で、子供も、ものすごく意外と真剣に聞いていて、で、目的をね、持たせたんですよ。最後、全部見終わった後に、一番好きだった、
いい僕が好きなだんって思う絵を、うん、なんかこう見つけてねみたいに言っておくと、うん、なんかこう一生懸命こう見て どれがね、うん、自分が好きかなみたいな、なんかやっぱそういうふうにこう目的をちょっとこう与えてあげたりすると、うん、子供でも十分こう よく見るかなって思いましたね。うんうん、で、うん、親が私全然美術わからないからとかそんなん本当関係なくって、本物ってそこからこう出されるエネルギーというかそのねあるので、うん、別に親がそれ興味ないとかあるとか関係ないなって思いました。うんうんうん、だから今せっかくねお子さんたちにはいいことしてるんですけど、うんね、なんか何かね一番いいの好きなものを見つけなさいって言ってるのに親はそれやってないんですよ。それがもったいなくて、よくだから旧先生がね、うん、今日なんか買って帰るのどれにしようかなって、うん、それとってもよくて目的があるんですよ。なんか一つ、うん、どれを持って帰るかな、うん、いわゆる美術展でもね、画廊さんとかああいうなんて美術クラブのあれじゃなくて普通に美術展売ってないんだけども、どれ持って帰ろうだとしたらどれを持って帰るかなとか、うんうんうん、これを飾るにはどういう部屋を作ったらいいかなとか、どの部屋に飾るかなとか、必ずね、だからずっと入ったらね、順番に見ないんですよ。ザーって全体を見て、だいたい後ろの方は空いてるんですよね。入り口が混んでるから。で、心に留まったものだけ一点をじーっと見て、それしか見ないみたいなことをよくやりますね。まあ時間がなくて行ったりなんです、うん、その見方が正しいんですよね。なんか日本の美術館その見方をしづらくなってるんですけど、逆流すると怒られそうな、そう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 よく言うんですけど、絶対人はね、右目の利き目があるんで、右目の利き目、左の利き目とかあるから、うんうんうん、反対回りをした方が、どっちかの利き目で捉えるんですよ、好きなものって。だから、なるほど、いろんな回り方をした方が、パッてこう入ってくるんですね。うんうんうん、多分その反対の回り方をしたら見えてないんですよ、うんうん、大事な。多分それも自分のなんか五感を使えてないというか、もったいない話なんで。面白いですね。うん、面白いですね。そうそう、時間が、うん、すいません。あ、はい。はい、はい。ごめんなさい、余計なこと言ったって。いやいやいや、だな。モンテソーリ教育のこともね、またいろいろ教えていただきたい。うん、大人に大事そうですよね。はい、ご挨拶させていただきます。はい。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一部史、日本の音楽から日本文化まで、一部史宗家一中先生と語る心整う時間。また来週の金曜日にお会いいたしましょう。ありがとうございました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 。